ちガイアの依頼を受けて。ひどすぎる、これは脅迫だ。どうしてこんなことになっちゃったんだろう。あれ、何かあったの。私宛ての手紙が届いたんだけど、その手紙に。俺が説明するよ。俺はさっき野外活動から戻ってきて、いつものように大聖堂でシスターたちに包帯を巻いてもらってたんだ。その時バーバラが顔を真っ青にして手紙を持って走ってきてな。こんな手紙初めてもらった。ちょっと見せてくれる？親愛なるバーバラさんへ、あなたの一番大切なものを盗み土の中に埋めました。うん、これってもしかして脅迫状？くそ、いたずらか。そうだったらまだいいが、もしもしもし本当だったら。地図が書いてあるぞ。城の外みたいだな。一番大切なものを盗み土の中に埋めた。この地図の場所行ったことある気がするな。見覚えがある。今は混乱しててすぐには思いつきそうに。あっ、喉まで出かかってるんだけど、どこだったかな。一番大切なものってもしかして。バーバラ、おい、どこ行くんだ。あ、思い出したぞ、旋風の神殿だ。ちょっとベネット、行っちゃった。オイラたちも後を追うぞ。なんだこれ、早く開けてみよう。私これほど精巧なギフト箱がこんな荒野にあるなんて実に興味深いね。あれ、うわー、丁寧に作られた風車アスターの花冠だ。紙の星もいっぱいあるぞ。どうやら犯人はバーバラさんのファンみたいだね。もう一枚紙があるぞ。何か書いてあるな。うん、どれどれ。このような方法で気を引いてすみません。あなたの美徳と可愛さに誠意を込めて風の花を献上します。え、脅迫状じゃなかったのか。神、大切な人、愛する人に対し最大限の気持ちを込めて花を贈る、それこそがウィンドブルーム祭のテーマだからね。この特別な日に愛と祝福の花を君に贈るため、こんな手段を使ったわけだ。怖そうな内容だったけど、誠意が込められたプレゼントだったってことだね。そんな、だとしても非常識だぞ。そうだね。でもそういう人一人心当たりがあるけど。誰のことだ。しー、まだ言わないでおこう。パイモンに当てさせよう。なんでだよ。 So, which team you are, Bennett or Albert? Comment in the below. Don't forget like, comment, share, subscribe. Thanks for watching.